山田英二です。いやいや、ちょっとちょっと、おじさん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 、ちょっと待ってください。いやいや、何やってるんですかこれこれこれ。はい、いや、まあそんなことはね、ともかく今回、スプーンのレーシングカー、これを使ってですね、スペシャルゲストを呼んでるつもりだけど、なんか通っちゃってるけど、何なのこれね。えちょっとちょっとちょっと待ってください。待ち時間長くねえか。長い長い長い、ずっとここにいんだよ。ここいたんすね。はい、今日頼みますよ。何が頼みますよ。ねえ、いやいや、まあ山田が開発したスプーンで。そうなんです。もうね、俺がですね、魂を目いっぱい、しかもいつも YouTube で土屋さんの走りを見ながら多分これは褒めてもらえるんじゃないかなと、っていうそういう方向のセットでですね。俺はだって後輪駆動大好きだからね。いやいやいや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。これどう見てもエクエクじゃないですか。はい、あ、FR じゃないんだ。 FR じゃないです、これ。はい、スプーンだから俺 FR にしてんのか。いやいやいや、これね、でもね、サンダーヒル25時間レースで優勝した車なんですよ。マジで。はい、あれサンダーヒルってさ、はい、ホンダの HRC も出てるよね。出てるんですよ。それをですね、見事に打ち破ってもうよっしゃーみたいな感じで。あ、そう、はい、あれに勝っちゃった。勝っちゃったんですよ。まずい。ワークスですよ。でもまずいよそれは。で、向こう2台体制ですよ。こっち1台1台1台でまさかの。ただその要因は壊れなかった。もうずっとトラブルなしでずっとコンスタントに走れたので、まあそれが良かったのかなと。まあ、スプーンの車って壊れないよね、普段からね。そうですね。チューニングカーもそうだし、はいはいはい、レースでもスプーンが壊れたって聞いたことないよね。はい、そうですね。まあ、ただね、ちょっと袖ヶ浦なので、あのフィーリングは違うと思うんですけど、ちょっと、乗っていただいてですね、そのインプレをですね、撮ってもらいたいなと。結構俺、辛口でホットバージョン見てる。あ、そうですか。ね、ホットバージョンで、俺がダメって言った車が、はい、会社潰れちゃったりしてるから。だから、あんまり下手なこと言えない。ああ、会社潰れてもいいんですよ。あのドライバー潰さないでください。そこは大事なんだよ。もうちょっと頑張りたい。俺まだ。そうだよね。もうちょっとだけ。そうだよね。はい、会社どうでもいいんです。結構辛口でいくよ。はい。はい。お願いします。了解。一般的にレーシングカーっていうと、近年ですと GT3 だとか TCR っていうメーカーが、レースのために設計製造している車っていうのがサーキットではよく見られると思うんですけれども、私たちが挑戦しているレースっていうのはグループ N っていう規格の、車になります。ストリートを走っている車、まあ、ナンバーがついている車をモディファイをする、そういう手法で作られたレーシングカーです。で、このレーシングカーっていうのはナンバーがついてる車からやらないもの、例えば助手席だったり内装エアコンとかを外して、でそこにレースで、つけてくださいねって言われている安全装備ですね、ロールケージを組んだり消火器をつけたり、あとは燃料タンクをつけたり、そういったことをやっている車なんです。ですんでパッと見は派手なんですけれども、実は普通に街中を走ってる車の延長線上にある車、そういう位置づけになります。さあ、それではスプーンのレーシングカー、このカラーリングで乗るのはね、俺人生初なんですよ。行ってきたいと思います。
かがでしたか、今回俺の魂を込めた N1。 いいね。あ、マジっすか。いや別に乗ってないじゃないですか N1 ね。乗ったことないでしょだって、まあ、はい、FK8 から、はい、こうアメリカでさ、はい、耐久レースやってきたわけでしょ、はい、だからやっぱりなんだろう、その耐久レースの延長線上に我々が乗るストリートカーってあるわけ。そうです ね、はい、スプリントレースのその GT3 とかさ、うん、TCCS とかね、はい、ああいうのとは違うんだよスプリントレースとは、うんうん、やっぱこう長い間我々はこうストリートも乗ってサーキットも走りたいって、はい、だから本当そういうさ耐久で仕上げた車っていうのはストリートで乗りやすい。そうですよね。だからこれはね、はい、ちょっと FK8 びっくりしたのが、はい、後ろを動かしてんだよね。だからアクセルオフでこうタックインかけようかなと思って後ろがフィューッと動くから、 あ、回答性ってここで出してんだ。で、あとデフのイニシャルの聞かせ方もさ、はい、ちょうどいいんだよね、バキバキじゃなくて。 ありがとうございます。やっぱり FF なので、特にやっぱり今言われたようにその長く走るとやっぱりこうダメージ、ジャブのようにダメージがこう来るっていうか、うん、そういう部分でいかにやっぱりこうストレス、うん、車にストレスをかけないように乗る方もそうなんですけど、やっぱりその車のやっぱりデフも効かしすぎもダメで、うん、ガチンガチンダメで、やっぱり抜きすぎもダメなんですけど、うん、そのちょうどいいところっていうのをやっぱり出すのと、でやっぱりその、もうクイックなこうハンドリングもいいんですけど、うん、あんまりクイックすぎると疲れますし、はい、やっぱりその辺はいかにこう安定して、でアンダーがそのオーバーステアにカウンターを当てない程度にこう姿勢を変えれるような、まあ、そういう車って、のおかげで、まあ、この車って勝てたんじゃないかな。ってことは、はい、スプーンってすごいんだね。スプーンもあるんですけど開発ドライバーすごいんじゃないかなってね。開発ドライバー、はい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 、開発ドライバーね、まあ、開発ドライバーって言ってもにわかですけどねそんな何十年もやったわけじゃないっていうかだけどさ、はい、スプーンって昔からほら海外でレースしてるじゃない。タイとかアメリカとか、ね、はい、このカラーリングって、ね、なんかもうどこの国行ってもあるよね。必ず人気あるんですよね。だから初めて本当にあのスプーンのこのワークスからこれに乗ったのが初めてだったんで、はい、やっぱり今までやっぱりスプーンのさ、はい、チューニングカーで、はい、ホットケバージョンとかいろんなところで乗ってるでしょ、もうスプーンってのはもう絶大なわけじゃない。 FF のそのイメージ強いですよね。土屋さんがホットバージョンでスプーンの車でタイマタックしたりとか、やっぱりこうそういうシーンってね、はい、だからやっぱこう怖いところがないで速いっていうのがスプーンなわけじゃない、はい、ね、GTR だとやっぱりこう三倉さんところみたいにさ、ね、毎日みたいに、はい、やっぱこう、はい、要所要所って本当 FF だったらここ FR だったらここ4区だったらここっていうのはさ、はい、やっぱ昔からやってるところだからそうです、ね、ちゃんとしてる、はい、じゃあスプーンがすごいんだ。いやいやが、なんで耐久レースにチャレンジをするかっていうところなんですけれども、24時間のレース、これを走り切る、これってストリートで10万キロ走ったのと同じようなトラブルが起きます。そのトラブルを防ぐためのパーツ、そういったものが私たちの製品につながっていきます。ラップタイムをとにかく速くするんだ、パワーをいっぱい出すんだ、大きなウィングをつけるんだ、そういう手法って確かに一つあるんですけれども、それだとドライバーって常にもう緊張しながらリラックスできない状態で運転をすることになります。そうすると結果として本当に速かったのかっていうことが疑問に思ってくるんですね。ですので私たちレースをするときは常にドライバーにリラックスした状態で安心して走ってもらいたい、そういうふうな思いでセットアップも続けています。まあ、僕らは1000分の1っていう精度にこだわって車作りをしています。イメージしていただきたいのはタイヤ、だいたいタイヤって1本20キロぐらいの重さがあるんですけど、20キロにバランスウェイトっていう20グラムぐらいのものを貼り付けるんですね。ちょうど1000分の1。一般的にバランスウェイトが外れてしまうとステアリングに振動を感じたりするんです。
エンジンですと 0.01g まできっちり合わせ込みをします。もう1000分の1以下の精度でエンジンを組み付けていきます。パワーは大きくは変わりません。ですけれども振動が少なくスムーズに回るのでパワーピークの回転まで早く回る、そういった部分でほんのわずかですけれどもアドバンテージが生まれてきます。あとは国際規格のレーシングコースというのはだいたい 4.5 キロぐらい、その中の1000分の1の長さっていうと 4.5 メートル、ちょうど車1台分ぐらいの差になります。長いレースとかを走っているとその差がいつの間にか結果につながる、そういったものの積み重ねが最終的にレースカーやデモカーに生きていきます。まあ僕らはホンダが好きでレースが好きでとにかく車を楽しく走らせたい、そういう気持ちがスタッフ全員に宿っています。そういう僕たちが作ったのがこのスプーンの車です。